クイーンズ駅伝の全国統一予選会プリンセス駅伝でトップと6秒差の2位に入った九電工。実業団の女子駅伝日本一を決めるクイーンズ駅伝の目標は来年のシード権が与えられる8位以内、通称クイーンズ8です。九州のチームからどうしてもこうシードっていうところを目指していきたいので、8位以内というのは目標において頑張りたいと思います。全員口に出して言ってる目標なので、まあ、ぜひ達成したいなと。注目はチームのエースでキャプテンを務める五木若菜。エース級の選手も揃うプリンセス駅伝5区では3位でタスキを受け取ると、先頭を走っていたマラソン学生記録保持者の第一生命鈴木優花をかわしトップに躍り出ます。その後も圧巻の走りを披露し区間記録を16秒更新しました。区間賞は狙ってたんですけど、その区間新が出たのはすごいびっくりしていて、自分でもそう予想していた以上に走れました。どの大会でもいいので、まあ、日の丸をつけれるような選手になりたいです。東京オリンピック代表の田中希実や新谷仁美など日本のトップクラスの選手が数多くエントリーするクイーンズ駅伝で、九電工のエースがどんな走りを披露するのか注目です。トップ選手と走れるチャンスなので、しっかり自分の今の走りをしっかり出せるように、食らいついて、自分のところでしっかりトップ争いができるように勢いづけれる走りをしたいです。